楽しかったです。はい、私もそう思います。それでは、今日は帰ります。今日は本当にありがとうございました。あら、学生さん、おはようございます。それは私のセリフです。こんなに早くどうしたんです？あら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 ごめんなさい。でも早起きなのはいいことですよね。いいですね。まだ今の時間なら涼しいですし、体にもいいですよ。いってらっしゃい。私寝ちゃってたみたいで。朝の掃除まだ終わってないの。おじいちゃまに知られたら怒られちゃう。どうしよう。そんなことないです。はあ、リン、どうした？あ、おじいちゃま。おや、あなたは。そのほうきはリン。はい。まさか手伝わせたのではないだろうね。どうなのかね。うん、なるほど。おお。それでどうだったかね。掃き掃除は楽しめたかな。おおおお。神社の仕事なんてな地味なものが多い。それを自ら希望するとは。なに、君が望むならこちらとしても嬉しい。若い人の手が欲しかったところなんだ。大した給金は出せんが、よかったら手伝ってみるかね。うん、祭りも近いし、いろいろ片付けておきたいことが多かったんでな。どうかね。では早速だが倉庫の掃除をしてもらおうかな。リン、服を貸してあげなさい。あ、はい。いいんですか？だからお手伝いです。ごめんなさい。分かっています。あなたはそういう人じゃないです。でも私が手伝わせたりしなかったらこんなことには。そんなことないです。嬉しいです。これからよろしくお願いしますね。お疲れ様。お疲れ様です。明後日からよろしくお願いします。冷たい飲み物、よかったら飲んでください。からは一緒にお手伝いできるといいね。そしたらいろんなお話してほしいな。学校のお話とかお友達のお話とか。私あなたのこと知らないからいろいろ聞いてみたいな。私のこと？でもそんなお話することないですよ。でもそんなのきっと面白くないですよ。あ、でも私あなたのお話つまらないなんて思わないもん。だね。てたんですね。起こしちゃいましたね。いえ、私こそ置いて帰ろうかとも思ったんですが、やっぱり直接渡したくて。ないかなと思ったんですが、しつこくチャイム鳴らしてしまってごめんなさい。いえ、迷惑じゃなかったらもらってもらえないかなって。焼いたんです。迷惑でしたか？美味しく食べてもらえるといいけど、私ケーキとかあまり食べないから味加減わからなくて、ゆいちゃんの好みに合わせて作ってるから、あなたの口に合うか心配だけど。喜んでもらえて私嬉しいです。では私帰ります。お休みのところ出てきていただいてありがとうございました。はい。学生さん、見ましたよ。何もらったんですか？そのサイズだとケーキ？置けませんね、学生さんは。いつも私を困らせるからお返しです。そうだ。お茶をお入れいたしましょうか。せっかくいただいたんですし、早く食べたいでしょう。メですよ。りんちゃん、学生さんに食べてもらいたくて一生懸命作ったんでしょうから。りんちゃんの気持ちが入ってるはずだから。そうかもしれないですね。すぐに入れてきますね。お茶は一緒に飲みましょう。では、少し失礼します。